だがこれではイリスから遠ざかってしまったな。イリスのことを信用するのはもうやめたらどうだ。伊達さん。イリス、すまない、何か間違えたか。いえ、伊達さんは何も間違ってませんよ。どういうことだ。向こうに行けってことか。イリス、そこにいるのか。なんか強そうなの来た。よし、お前を本日のラスボスに認定しよう。やめて、来ないで。イリス、まずい、このままではイリスが。何か助ける方法はないのか。伊達、ここはソムニウム世界だ。現実世界には影響ない。そんなことはない。俺は一度ソムニウム世界でイリスを救ったんだ。ここでイリスを救えなければ現実世界のイリスが危険なんだ。とにかくここからではあの UFO に対抗する術がない。イリスを助けたければ何か方法を探さなければならないぞ。どこだ、どこに行けば。鏡張りのドアのようだが、私の姿だけ映っていないようだな。なんだと。人間が作った最も美しい文化、ダンスのパワーを使うんだ。ウジャトシステムやナイクスと対抗できる唯一の手段はダンスなんだよ。その鏡に姿が映ってないのはナイクスの干渉が始まってる証だ。連中は自分たちの存在を脅かすお前を消そうとして。だって。頼む、やってくれ。わかった、やろう。イリスなのか。
お願い、私を信じて。アイボ、核に触れるんだ。伊達、イリス、疑ったりして悪かった。俺はお前の話を信じる。ウジャトのこともナイクスのことも X00639 のこともな。おいおい、冗談だろ。だから約束通りお前の望みを叶えてやろう。今この瞬間からお前は俺にとっての護衛対象となった。そう、そうだ、俺はお前のボディーガード。命を懸けてお前のことを守り抜く。伊達さん、ありがとうございます。やれやれ、正気の沙汰とは思えんな。相棒、お前も協力してくれるよな。私の任務はお前をサポートすることにある。悪いな、助かるよ。アセトンちゃんとホテルに泊まった？ただのビジネスホテルだ。部屋はダブルでしたよ。くあ、誤解を招くような言い方をするな。シングルルームを2部屋取ったって意味だ。お風呂は一緒に入りましたけどね。入ってねえよ。ホワイトな組織。で、何しに来た？そうか、昨夜小金横丁で銃撃戦があったってのは聞いてたが、まさかお前らが関係してたとはな。電話でお前らが来るって聞いたから、その前に出て行かせたよ。アセトンちゃんのこと見られたらまずいからな。残念ながら新しい情報はねえな。
古いやつでよければ一つだけ。なんだ？教えてやっても構わねえが、だってちょっといいか。おい、またかよ。なあ、だって言いにくいんだが、その分かってるよ、どうせ握手だろ。いや、握手なら昨日したからもういいんだ。それより今日はパンツを見せてもらいたい。今なんて？だから俺はアセトンちゃんのパンツが見たいんだよ。ああ、見たい見たい、アセトンちゃんのパンツ見たい見たい、アセトンちゃんのパンツ。なもん絶対断られるに決まってんだろうが。わかんねえだろうが、頼んでみなけりゃよ。わかったよ。イリス、一つ頼みがあるんだが。こいつにパンツを見せてやってくれないか。じゃねえか、伊達この野郎、ふざけたこと言いやがって。マジか。で、握手でいいんですよね、モーマさん。うん、そうそう、握手握手。伊達、俺は組長やっててよかったと、こんなに思った日はない。昨日も同じことを言ってたが。アセトンちゃん、もし疲れたらおじさんの膝の上に座っていいからね。それじゃ遠慮なく。お前じゃねえよ。それで古い情報っていうのは？ああ、金曜日の夜、ブルームパークの近くで沖浦を見かけたってやつがいてな。金曜？翔子さんが殺された日ですね。言うまでもなく、それだけの情報じゃ沖浦が犯人かどうかはわからねえ。だが奴が現場に行ってたことは間違いないと思うぜ。もう一度メリーゴーランドの周辺を調べてみるか。あの辺り一帯は警察がくまなく調べたぞ。それに私たちもあの現場には何度も足を運んでいる。だが見落としてるものがあるかもしれないだろ。いや、悪いが聞いたこともねえな。というか、本当にそんな組織実在すんのか？実在します。だよね。おじさんもね、怪しいな怪しいな、なんだかそんな組織いそうだななんてね、そんな風に思ってたんだよ前から。昨夜の小金横丁の銃撃戦、情報は俺のとこにも伝わってる。どうやら相手の連中は国内の暴力団とは関係がなさそうだ。海外のマフィアか、ならず者の傭兵集団か、いずれにせよおそらく金で雇われた奴らだろう。そのイカトロ納豆とかいう秘密結社に。ナイカトロッツです。もしかしたら沖浦さん、
してるのかも。え？あ、すみません、なんとなくそう思っただけで。どうして？昨日散歩けに行った時、マーメイドの子が言ってたでしょ。沖浦さん、イリスちゃんのこと探してるみたいでした。それからしばらくして、私はナイクスの連中に。偶然だと思いますか？それだけじゃありません。伊達さんが別の平行世界で私の死体を発見したのは、沖浦水産冷凍倉庫って場所だったんですよね。世界で私を殺したのは、多分ナイクスに関係する人物だとすると、沖浦さんとナイクスにもきっとつながりがあるはずで。どうしたんですか、突然。いや、心配してるんじゃないかと思ってな。大丈夫です、連絡ならちゃんとしました。伊達さんと一緒にいるって伝えてありますから、と心配はしてないと思います。学校？今日は火曜日で祝日ってわけでもないだろ。バカだ、伊達。アセトンちゃんは悪の秘密結社にさらわれそうになったんだろ。学校なんて言ってる場合じゃねえだろうが。まあ確かにそうだが。沖浦さんが89号を連れて逃亡したのもナイクスの指令によるものだったんじゃないでしょうか。89号は暗殺者、邪魔な人間を処分させるために。沖浦さんは、もしもそうだとすると、翔子殺害の件とも関係がありそうだな。ある時翔子は何かのきっかけでナイクスの秘密を知ってしまった。それで見せしめのためにむごたらしい姿で。もしもナイクスのことが気になるなら、太田のところに行ってみたらどうだ。あいつ、昨日こんなことを言ってただろ。僕ね、陰謀論とか秘密結社とかそっち系の話もたくさん知ってるんだ。なるほど、あいつから話を聞いてみるのも手かもしれないな。さてと、そろそろ行こうか、イリス。あ、はい。アセトンちゃんを連れて行くのか。ここにいた方が安全だと思うが。そういうわけにはいかないんだ。約束しちまったからな。俺はイリスのボンデージガーターベルトになるって。は？ああ、間違えた。ボディーガードになるって。趣味思考が出ちゃったか。なんだかよくわからんが、まあいい。とにかく行くんだら、アセトちゃん、
これを持って行ってくれ。これは？ GPS の発信機だ。モーマ、イリスの携帯には GPS の機能が。分かってる。だがもしも敵に捕まって携帯を捨てられちまったらアウトだろう。万が一のためだ。どこか目立たない場所につけといてくれ。ありがとうございます。そいつが役に立たないことを祈ってるよ。だてアセトンちゃんに何かあったらただじゃおかねえからな。大丈夫だ、安心しろ。なるほど、ナイカトロッツか。ありえない話じゃないね。今は出かけてる。買い物にでも行ったんじゃないかな。もちろん知ってるよ。ナイカトロッツ、ナイクスは悪魔主義的な秘密結社として有名なんだ。儀式の時には若い人間の生贄を捧げ、その断末魔を聞きながら夜通しハレンチな宴を繰り広げるって聞いたことがある。海外の政治家や知識人、財界の大物とかもメンバーとして名を連ねてて、ほんの数十年前に立ち上がった信仰の団体なのに、今やその勢力は世界最大と言えるくらいの規模にまで拡大してるらしい。なんでもすでにフリーメイソンやイルミナティも組織の一部として取り込まれてしまったとか。アセトンちゃんは僕にとっての夢であり、希望であり、安らぎであり、生きがいであり、光であり、星であり、太陽であり、女神であり、万物を支配する宇宙の法則であり、究極の美を体現したイデア的な存在であり、天使であり、恋人であり、抱き枕にプリントされた可愛い女の子であり、同志であり、嫁であり、主君であり、命であり、僕の人生の全てを捧げる絶対的崇拝の対象だよ。さりげなく恋人とか嫁とかぶち込んできたな。まあ気にせずスルーしてやれ。前にも言ったと思うけど、逆に僕の方はアセトンちゃんの召喚獣。何か緊急事態が発生したら一目散に駆けつけるから。ありがとう、オータン。なんか本当に嬉しいよ。ただそんな大規模な団体なのに、上層部にいる連中の顔が全く見えないんだよね。ほら、普通だったらさ、ロックフェラーとかロスチャイルドとかそういう名前が出てくるでしょ。でもナイクスに関してはそうじゃない。幹部のやつらの正体が完全に闇に包まれたままなんだ。多分恐ろしく頭のいい連中が牛耳ってるんだと思うけど。オータはウジャトシステムが頂点に君臨してることを知らないのか。イリスはそれを知ってしまったから命を狙われることになった。そういうことなのか。まあイリスの話を鵜呑みにするならな。
それはオータンが。伊達さん、ちょっといい？本当は伊達さんのこと叱るつもりだったんだけど、事情があったんならしょうがないよね。何のことだ？決まってるじゃん、みずきちゃんのことだよ。毎日毎日ほったらかしにしてさ、みずきちゃんが精神的に追い詰められてること知ってるんでしょ？昨夜みずきちゃん、散歩系のマーメイドのこの家に泊まったんだ。なんかみずきちゃん、夜中にうなされてたみたいで、同じ布団で添い寝してあげたんだって、あの子。で、今朝あの子から連絡があって僕が引き取ることに。今日は平日であの子は学校だし、みずきちゃんはキビキで休みだって言うから、誰かがそばにいてやらないとかわいそうだと思ってさ。もうちょっとみずきちゃんに優しくしてあげたら？今は明るく振る舞って見せてるけど、きっと強がってるだけなんだよ。多分心配をかけたくないって思ってるんじゃないかな、伊達さんに。けなげだな、みずきのやつ。分かってやれ。イリスは私にとっての、なんだろう、大好きな友達でありお姉さんであり憧れの存在かな。もうやめてよ、照れるじゃん。本当だよ、だって私イリスみたいになりたいもん。てへへ。何度もしつこく聞くってことは、パパ事件に関係してるんだね。パパが犯人なの、ママを殺したのはパパなの。そうだよね、疑われてもしょうがないと思う。だってママが殺されたのに連絡一つよこさないなんて不自然だし、ナイルでブルームパークに呼び出したのも絶対変だし、だからなんとなく前からそうなんじゃないかって。でもだけど気づかないふりをしてたの、わざとそのことから目を背けてたんだ。パパのこと信じたかったから。それじゃあイリス、ぼちぼち行くとするか。はい、わかりました。伊達さん、もしもアセトンちゃんの身に何かあったら必ず連絡してよね。すぐに助けに行くからさ。私も行く、たとえどんなことがあっても絶対イリスを助けてみせる。ありがとう、二人とも。約束だよ。ああ、約束だ。庭には誰もいないみたいですね。瀬島は屋敷の中か。いや待て、庭のどこかに生体反応がある。伊達、周りをよく調べてみるんだ。いた、瀬島だ。隣にいるのは瞳か。ふむ、そのようだな。一体なぜ、なんで瞳が瀬島と。伊達さん、どうしたんですか。お前は瀬島のことを知らないんだったよな。
はい。じゃあお前の母さんはどうだ。瞳と瀬島には何か関係が。さあどうでしょう。ないと思いますけど。何か家の中で政治家に関する話題が出たりとかそういうことは。特にありません。でもなんでそんなことを聞くんですか。だから勝手に入ってくるなと言ってるだろうが。いくら警察だからって許されることじゃないぞ。ああ、これは劣気とした犯罪、不法侵入だ。さあ分かったらさっさと帰ってくれ。わかったよ。さあ行こう、イリス。はい。何も見つかりませんね。ああ。伊達さん、かけっこしませんか。かけっこ。ほら、昨日言ったじゃないですか。今度一回勝負してみます。ああ、機会があればな。ね、やりましょうよ、かけっこ。スタートはここで、ゴールもここ。つまりメリーゴーランドを一周するってことか。伊達さん、隣に並んでください。じゃあ行きますよ。位置について、よーい、言ったでしょ。イリスは虹の女神であり、神々の伝令でもあるって。確かに名前通りの伊達天だ。ところでお前、神話にも詳しいのか。え？イリスが瞬足っていうのはギリシャ神話の話だろ。それに3日前にもここでお前はエジプト神話の話を。ホルスっていうのはエジプト神話に登場する天空と太陽の神のことです。
その右目はラーの目と呼ばれ、太陽の象徴とされています。左目の方はウジャトの目、月の象徴とされていて。ああ、神話ですか？別にそんなに詳しくはないですよ。ただおじさまからいろいろと教わっただけで。今から6年前、ある人と一緒によくここに遊びに来たことがあって、私はその人のことおじさまって呼んでました。確かお前のタレントネーム A セットもそのおじさまってやつが考えてくれたんだったな。はい、そうです。実はその名前もエジプト神話と関係してて。昨日も言ったと思いますけど、私本当に体を動かすのが大好きなんです。中でも特にダンスは一番。でもん、実は私、沖浦さんから言われてるんです。3ヶ月ぐらい前から踊っちゃダメだって。どうして？理由はよくわからないんですけど、君はダンスに頼りすぎで歌の方がおろそかになっている。しばらく踊るのはやめて歌唱力を上げることに専念した方がいいとか、なんとか。だがお前は例のネット配信の時も確かに踊ってたな。あれは悔しかったから。ダンスをやめてからどんどんファンの人たちが離れていっちゃって、踊らないアセトンに価値はないとか結構ひどいことも言われて、やっぱり私にはダンスしかないんですよ。ダンスしか。ホルスのお母さんはイシスって言うんですけど、このイシスの古代エジプトでの呼び名がアセトって言って、どっから説明すればいいのかな。ホルスのお父さんはオシリスって言います。でお母さんの方はイシスなので、オシリスはイシスの旦那さんってことになります。そのオシリスはある時弟のセトによって暗殺されてしまいました。さらにセトはオシリスを殺した後、その遺体をバラバラにして川に流してしまったのです。この年で未亡人とかありえないよ。嘆き悲しむイシスちゃん、けれど彼女はへこたれません。なぜなら彼女は生と死を操る強大な魔力の持ち主だったからです。よーし、こうなったらうちの旦那を蘇らせてやる。彼女は仲間と協力し、オシリスの遺体を拾い集めて復活の儀式を行いました。キョエビリ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 。かくしてオシリスは無事に蘇生。まあ正確に言うと完全体ではなかったので無事ってわけでもないんですけど、とにかくそんなわけで、イシスは死と再生を司る神、豊穣の女神として人々から崇拝されることになったのでした。うん、なるほど。イシスについては分かった。だがそのこととお前の名前とどんな関係が？一説によると、ギリシャ神話のイリスはこのエジプト神話のイシスが原型になってるんじゃないかって言われてるんです。つまりイリスとイシスにはつながりがあると。はい、イシスの古代エジプトでの呼び名はアセト、だからエーセットなのか。そういうことです。って言っても私が考えたわけじゃないんですけどね。
おじさまか。ホルスにはセトっていう宿敵のおじさんがいて。おじさん？さっき話したじゃないですか。ホルスのお父さんのオシリスは弟のセトに暗殺されたって。ああ、父親の弟だからおじさんってことになるのか。お父さんを殺された上に八つ咲きにされたホルス君、当然のごとくシャレにならないぐらいガン切れしました。プンプン、ほら、瀬戸おじちゃんのこと絶対許さねえぞ。一方瀬戸の方も甥っ子であるホルスのことを疎ましく思っていて。ああ、なんかあいつめっちゃ邪魔だわ。オシリスがいなくなって最初は俺の方が次の王になれるって予定だったのによ。なんかいつの間にかホルスの方が王としてふさわしいみたいな流れになってるし、マジなんなの？ありえなくね？もうこうなったら戦争じゃー！かくして血で血を洗う抗争の火蓋が切られることになったのです。勝敗を決めるために行われたのは命を懸けた恐ろしいゲームで。どんなゲームなんだ？お互いカバに変身して川に潜り、先に陸に上がっちゃった方が負けになる、そんなゲームです。めちゃめちゃ牧歌的じゃねえか。とにかくそれから80年にもわたって二人は凄惨過酷な血みどろバトルを繰り広げることになったのです。ホルスとセトの戦い、最終的にはホルスの方が勝利を収めることになりました。ホルスは槍を使ってセトの片足とおきんきんを切り落としたためです。おきんきん？男性の股の間についている二つの玉のことだ。私に聞かないでくれ。ただホルスの方も無傷というわけではありませんでした。戦闘中彼はセトによって左の目玉を奪われてしまったのです。抜き取られた左目はその後エジプト全土を旅して回り、様々な知見を得たと言われていますが、自分の左目がそんなのんきな一人旅をしていることなどホルス君は知る由もありません。左の目玉がなくなっちゃったよ。嘆き悲しむホルス君。そこにやってきたのは知恵の神にして月の神、時の神でもあるトートシンでした。うーわー、生徒のやつめっちゃえぐいことすんな。おっしゃ、おっちゃんが月の力で直してるさかい。ちょっと待っとき。わーいわーい、ありがとうトートさん。ほな行くで、ムーンヒーリングパワー。ピロピロピロリーン。トートが呪文を唱えると旅をしていたホルスの目玉がどこからともなく飛んできて、ヒューンカポ、めでたく無事にホルスの左の眼下に収まったのでした。というわけで月の力を宿したホルスの左目は全てを見通す優れた知恵、癒しや再生の象徴として人々に崇められることになったのです。それがウジャトの目？そうです。プロビデンスの目のモチーフにもなった。はい。ウジャトシステムの名前はそこから取られたのか？だと思います。さあ、そろそろ行こうか、イリス。はい、行きましょう。
次はどこに行くんですか？マーブルだ、黄金横丁の。それって昨夜ナイクスの連中が襲ってきた。大丈夫だ、安心しろ。今回はマーブルに行くって誰にも言ってないからな。さすがに同じ場所で待ち伏せされてるってことはないだろう。でもなんでマーブルに？ああちょっとな、ママに聞きたいことがあって。昨夜は来られなくてすまなかったな。ううん、気にしないで。どうせ来ようと思っても来られなかったと思うし。え？あら、知らないの？